どうもこんにちは、るいこです。今回は上野の東京都美術館でやっている吉田博史展に行ってきたので、これから行きたいなっていう人に向けて見どころだったり予備知識なんかをお話しできたらなと思っております。見てね。今回取り上げる吉田博史という方は日本の洋画家です。水彩画に始まって油彩画を手掛けて、で最終的に晩年になってから木版画を手掛ける方なんですけど、今回展示会に来ていた約200点のうち180点以上は木版画でした。で彼が描いた木版画って全部で250点ぐらいなので、もうほぼほとんど網羅できる展示会になっていると思います。でその木版画の魅力もすごくたくさんあるんですけど、私個人的に一番すごくいいなと思ったところが、このポスターを見ていただくとこんな感じのグラデーションがすごく綺麗な木版画なんですけど、絵から湿度が感じられるのがすごい不思議だなと思って、山の絵がすごく多いんですけど、山の絵のその湿度が高くて冷たい空気感ですとか、逆に北インドの絵であればすごくカラッと乾いて日差しが強いような肌感が蘇ってくるというか、インドやスイスの山だったりとか、私自身は行ったことあるんですけど、それがもうブワッと記憶が蘇るようなそのリアルさがすごいなと思って、そこをぜひ多分写真で見てもそんなにそれって伝わってこないと思うので、ぜひ実物で見ていただきたいなと思います。でですね、私版画について全然知らなくって、版画ってめっちゃ簡単に言うと消しゴムはんこみたいな、木を彫って、ペタンと貼るで絵になりましたっていうことだと思うんですけど、めっちゃ簡単に言うとですよ、それがこんなに複雑な作品になるっていうのがどうも頭の中でつながらなくて、見ていて途中でその版画自体を見るのが初めてなんで、すごいっていうのが200回続いたっていう感じになってしまって、この作品はこうだな、この作品はこうだなとかの違いがですね、予備知識がなさすぎてなんかもっと楽しめたんじゃないかって帰ってから思ってしまって、それでですね今回この動画を作ろうと思ったんですけど、この吉田博史さんをすごく研究されてる方の著書ですとか、あとインターネットでいろいろ調べたりとかして、吉田博史さんがどういう方かっていうのと、版画のそのテクニックをどういうふうに使ってるかっていうのを、いくつかピックアップしたので、それを、見どころと予備知識っていう形で今回動画でお話できたらなと思います。で吉田博史展に行ってない人は、ぜひ見ていただきたいんですけど、もうすでに行ったよっていう方もぜひ楽しめる内容になってると思うので、最後までご覧いただけると嬉しいです。見どころと予備知識については大きく分けて3つお話ししたいと思います。1つは山の見どころですね、山の絵の見どころと、2つ目が版画のテクニックについてと、3つ目が、私が面白いなと思った小話をその3本立てでお話ししたいなと思います。まず1つ目、山の絵の見どころというところなんですけど、吉田博史さんは風景画家の中でも山岳画家と呼ばれる山の絵を主に描いてる人ですね。山の絵が今回来てる中でもすごく多いです。ポスターとかチケットにもなってるメインビジュアルも、これは剣岳、多分剣の朝だと思います。すごく山の絵が多い画家で、本当のガチの登山をやってる方なんですね。幼い頃から山に入っては絵を描いて、画塾に入って修行中 もう山々を冒険、もう九死に一生を得るような冒険をして帰ってきて、たくさん絵を描くみたいな修行を続けてきた方で、何日も山に行ってその美しい一瞬を 見てスケッチするっていうのを、実際現場でそれを見ないとダメだっていう信念を持った方だったんですよ。晩年になっても登り続けてるので、本当に玄人はだしの山岳画家だったそうです。なのでぜひ山の絵を楽しんでいただきたいなと思います。で私も山の絵が一番印象に残ってるなと思いますし、ただ山に行かないよ、私山登るのあんまり行ったことないよって方は、山の絵たくさん見てると最終的に山だねっていう感じになってきちゃうんじゃないかなと思うんですよ。美しいには美しいんですけど、どういう、日本アルプスとかめっちゃ登ってる人からすると、ここはあれだな、ここはそこだなって思って面白いと思うんですけど、そんなに山詳しくないよっていう方にはですね、着目していただきたいところがいくつかありまして、それはですね、吉田博史さんがご自身で書かれている著書の高山の美を語るっていう本があるんですけど、それの構成がですね、7つに分かれてまして、それって、を今お話しすると、展望美、裾野美、断崖美、
湖水、高原美、山霊の美、高山植物の7個なんですよ。これって、まあこれ覚えなくてもいいんですけど、これってその断崖ですとか、その山霊、まあ、山の峰ですね、が、吉田博さんが山を見て美しいって思ったから絵に起こしたっていう理由になってると思うので、ぜひ見る方もですね、まあ、なぜこの瞬間を切り取ったかっていうのは、あ、高原の美しさを見せたかったんだなとか、展望の素晴らしさを見せたかったんだなっていう風に、こうどこをメインに置いて絵を描いてるのかっていうのをこう感じながら見るとすごく楽しめると思うんですよ。でそれがその本当に山の魅力でもあると思いますし、なので、まあ、この7つって今挙げたんですけど、展望、裾野、まあ、裾野も美しいですよね。私がいいなと思ったのはこの湖水、まあ、水に関する表現ってすごいなと思うので、このさっき挙げたこれの本の著書の方は渓流美が素晴らしいっていうふうに挙げてるんですよね。渓流のその流れ、勢いがある流れとか、こう泡立ってるような感じとかを表すのがすごく上手な方だと思うので、そこも着目していただきたいんですけど、そういう形で今挙げた7個にフォーカスして見ていただけると山の絵がすごくぐっと深く鑑賞できるんじゃないかなと思っております。次に版画のテクニックについてお話ししたいんですけど、まずですね、吉田博さんの版画ってどういうものっていうお話を最初にしたいと思います。それまでの版画というのがですね、まず下絵を描く絵師と、それを木に彫り起こす彫り師と、それを紙にすり写す摺り師って三役からなっているのが江戸の、例えば浮世絵の版画ですとか、伝統的な版画の技法がこの三役分業っていう体制なんですね。吉田博さんもその三役分業でやってるんですけど、その中で絵師を吉田博さんが担う役目なんですけど、絵師を一番上のディレクターっていう形に置いて、摺り師と彫り師を完全にそのコントロールするっていう、ピラミッドというか序列をつけて、なんて言うんでしょう、完璧な監督になりきるっていう形を作ったのが吉田博さんなんですよ。でそれって摺り師と彫り師の何をやってるかっていうのをまず理解しないといけないっていうので、ご本人も鍛錬を積んでですね、その摺り師と彫り師の技術を身につけて、だからこそ隣に立ってこういう風に刷ってほしい、こういう風に彫ってほしいっていう風に指導をすることで、より完璧な作品を作れるっていう信念を持った方なんですね。もうその時点で、これ版画やり始めたの49歳の時なんですけど、情熱が半端じゃないなっていう、そこで、なんて言うんでしょう、絵を描いて、こう指示しておしまいじゃなくて、自分で実際やってみて、こういう風にやってほしいんだ、自分で掘ってその歯を食いしばりすぎてめっちゃ歯が痛んだっていうエピソードがあるぐらい、実際体を使ってより美しい絵を描くために努力を重ねていった方っていうのが素晴らしいなと思います。というわけでですね、そんな吉田博さんの細かい版画のテクニックで私が面白いなと思ったのをいくつかお話ししたいと思います。まず西洋画の技法を版画に持ち込んだっていうのが吉田博さんの面白いところなんですけど、それまでの日本の版画ってまず遠近感がなくてベタっとしていて、で輪郭線がこう必ず囲ってあって中色ペタ塗りみたいな感じのイメージがあると思うんですけど、それをこう覆すようなやり方をしていてですね、まず絵元の下絵自体にすごく遠近感がある、まあ、遠くのものは小さく薄く、近くのものは大きく濃くっていう風に描き分けていますし、輪郭線に関してはない部分もあるんですよ。それが水彩画っぽく見えるゆえんだと思うんですけど、遠くの情景の雲だったり山々だったりを輪郭線なしで描いていたり、影をなしで描いていたりですとか、全くない部分があったりですとか、渓流っていう作品の中では渦の中をダイナミックに見せるために彫りの輪郭線すごく太くしているところと細くしているところをすごく複雑にその彫り分けてもらってるんですよね。その辺のその複雑な構成が油彩や水彩に並ぶもしくは超えるような版画を作れた理由になってるんじゃないかなと思っております。次に吉田博さんの特徴って手刷りって言われるんですけど、平均30回以上その版に色を乗せて刷るっていう工程を繰り返してるんですね。で一番多い作品では96回って言ってたと思いますぐらい刷ってるっていうので、さっき冒頭に消しゴムはんこってふざけたこと言いましたけど、それって1回だけじゃないですか。それをその何度も何度もやることで複雑な絵を積み上げてるっていう形になります。
それって例えば空のグラデーション一つとっても1回のすりで黄色ベタっていう風に塗ってるわけではなくて1回のすりの中でグラデーションをまずつけてする、そしてその後に同じ場所に黄色のグラデーション、黄色のグラデーションの上に緑のグラデーションをつけて、そのグラデーションの色をどんどん重ねていくっていう作業をしてこの深みを出してるそうなんですね。なので例えば90回吸ってるから90色使ってるというわけではなくて1回の中でできる限りたくさんのことをしてるんです。倍々で 90×何色になるのかわからないですけど、その構成を計画してるっていうのがまずすごいなと思います。でそのたずりと通ずる話なんですけど、ネズミ版っていう手法も使っていて、それは影をつけるためだけの版を彫ってるんですね。墨を薄く伸ばしたものをその影として入れてるそうなんですけど、なのでその従来の版画がベタっとしてる遠近感がないっていう風に言ったんですけど、それって一個一個の物体の立体感についてもそうで、でも丸があったらこっち側影にしたら立体っぽく見えるなっていうのはあると思うんですけど、その影をじゃあここ黒く塗ろうっていうのをだけを抜き出したのがネズミ版ですね。それを作ってるそうなんですけど、さっき挙げた渓流って作品に関して作品ではネズミ版自体ネズミ版だけを30回吸ってるらしいんですよね。なのでここ黒でじゃあ黒影でっていうのじゃなくって、その中でも色を濃いところ薄いところとかそのニュアンスの違いを出してるっていうのがそのこの吉田博さんの版画の深みにつながってると思いますし、私が冒頭に挙げた湿度だったり温度気温の肌感が現れてるのがすごいっていう話をしたんですけど、それの理由にもなってるんじゃないかなと思って、なぜならですね、強い日差しがカッとスペインとかエジプトみたいなカッと当たってるところって影自体もカッとくっきり濃く出ると思うんですよね。で光のところはもうより光るより明るくなるっていうか、ですごく柔らかい光だとぼやっていう感じになると思うんですよ。その影の表現と光の表現をうまくすることによって湿度感温度感っていうのを出してるんじゃないのかなと思うので、そこもぜひ着目してみていただきたいところだなと思っております。次にですね、これ私知った時すごく面白いなと思ったんですけど、すり師の方にオーダーする時に髪の質の違い を出すようにっていう風にオーダーする時もあったらしくって、ザラッとした髪の感じとか目の粗さとかをその表してくれって、そういう風にどうやってするの、力加減でできるのかわからないんですけど、そういう表現をするしてたらしいんですね。でどの作品がどうっていうのはちょっとわからないんですけど、反戦瀬戸内海舟の反戦っていう作品の霧、6色あるんですけど、6色の中の霧っていう作品はこう霧が立ち込めるような悶々としたような感じがあるんですね。その感じって私どうやって表現してるんだろうと思ってたんですけど、やそれって多分その目の粗さを出すとか、あとそのすり跡をわざと力を入れて色を乗せていくわけですけど、その跡をわざと残すようなやり方もしてたみたいなので、そのなんかガサガサっていうような感じで見た人はそれが霧に見えたりですとか空気の粒子に見えるような色以外のテクニックで見せてるっていうのもあると思います。ぜひ探してみてください。あと多用してるってほどではないんですけど、空摺りっていう手法も使われていて、木の版に色を乗せずにグッと押して紙自体をモコってさせちゃうっていう手法ですね。これはオウムっていう作品、アウムっていう作品でオウムの羽のモフモフ具合を出すためにその空摺りをしてるっていう風に説明が入ってたんですけど、多分私が見たところそのオウム以外にも白一面の雪の表現とかでちょっとそういう立体感を入れてるんじゃないかなと思います。でこれも油絵、西洋からの技術が生かされてるなと思って、油絵でもこうボタッと絵の具を落としたような盛り上がりですとか牙立ちみたいなのを見せたりするテクニックがあるんですけど、そういうのに近いのかなと思います。なのでこれもぜひ見てなんていうでしょう、いろんな角度から見てここちょっと盛り上がってるなみたいな風に見ていただければ面白いのかなと思います。版画のテクニックの最後にですね、吉田博への特徴の一つである色のすり替えについてもお話ししたいなと思います。これはですね、同じマッターホルンの絵でも朝と夜の作品があったりですとか、瀬戸内海舟の先ほど出した帆船っていう作品は6色、6個色の違いによって時間帯の違い、霧ですとかそういう空気感の違いを出している作品になります。これ見た方はモネのルーアン大聖堂ですとか積みわらっていうような作品もそういうやり方を油彩画でしているので、それを思い浮かべると思うんですね。で吉田博の日記に
モネを見てモネはずるいって書いてた自分があるみたいなので、実際に見たから影響を受けたんじゃないかなと私は思うんですけど、それももしそうだったらその西洋の影響を受けて版画に落とし込んだ一つなんじゃないかなと思います。でこれですね、見た時に6色するなんて1個だけでもそのまあ平均30回刷ってるって言われるのにかける6じゃないですか。それあのどうやってやってんのって思って、あの木に色つけてベッてやったらこの赤がついちゃうじゃないですか。それを落としてまたやってってしてたら木が濡れて縮んじゃうんじゃないかなって思ったりしてたんですけど、まあ、そんなことはなくてですねあのプロの職人技なので1個の色を乗せるにしても木の上に一回紙に映る分だけの塗料を乗せる技術がらしいんですね。なので紙にすり写した後には指で触っても色がつかないらしいんですよ。っていう神業というかすり師の技を身につけているので全然大丈夫だそうです。でも確かにあの90回刷ってる作品とかあるので色の違いを表現しててダメになるぐらいだったらできないんだなっていうので、もうそもそもすごかったんだなっていうのを実感しました。ちなみに、ここからは小話、3つ目の小話なんですけど、さっきのする話で版画の作品の外枠マージンって呼ばれると思うんですけども、白い部分に地刷りって書いてあると、吉田博の作品が書いてあるんですけど、それはですね吉田博が実際刷ってるわけではないんですけど、その刷り師を完璧な刷り師を完璧にコントロールしてる吉田博がいるので、それはもう刷る機械にピッてオーダーしてピッてボタンとか当時ないんですけど押して刷ってるようなものなので、それがディレクターである俺が刷ったようなものっていうことで地刷りって入れてるらしいんですよ。もうこれだけ言うとすごく傲慢なのかなって感じですけど、その完璧さ、そして刷り師のその1ミリも乱れぬ仕事ぶりが想像できるなと思って、もうこれも職人技ならではの誇りが現れてるのかなって思って面白かったです。あの地刷りって書いてあるのでぜひ見てみてください。それとですね、画塾に小さい時っていうか学生、若い頃、吉田博は通ってたんですけど、その画塾、結構スパルタの画塾時代に先生からの教えを受けていてですね、手前から遠くへ伸びる道をこう描いて遠近感を出せっていうふうに言われてたらしくって、当時の塾生は、そういうやり方をしてたので、これはこの塾生っぽいみたいな感じでからかわれたりしたらしいんですけど、特に初期の作品も油絵の作品はですね、そういう作品が多いらしいので、版画の中でもこれ遠近感出すためにこの道描いてるのかなとか、そういう風に見ていただけると面白いのかなと思います。それとですね、同じくその先生から言われてることで、風景をそのまま描いたのではなくって、それの中に人物ですとか、その人物の人生背景だったり物語が見え隠れするようなものを書き込んだ方が絵として面白いっていう風に言われていたそうで、実際版画の中でも風景だけっていうよりは風景の中に手前にもう一個あるとか遠くに人が写ってるとか、すごくそういう作品が多いので、それもわざと入れてるというか、それによってこう作品として深みを出してると思うので着目して見ていただければなと思います。というのが吉田博作品の見どころ、予備知識になりました。面白かったでしょうか。ここからちょっと吉田博の人生についてお話ししたいなと思います。ちょっと長いんですけどすみません。吉田博の人生については展示会の中でも結構文章で説明されていたり動画が出てたりとかするので、ぜひ立ち止まって見ていただきたいなと思うんですけど、すごく波乱万丈というかすごく面白い人生で、もそれだけで映画が作れるんじゃないかっていうぐらいなので、ちょっとザクッとだけお話しすると、若くから小さい時に九州で生まれて、そこから水彩画油彩画を勉強して上京するんですけど、そこからですね、俺の体を海外に出さなきゃいけないって言って、片道の旅費だけ、もうギリギリの旅費だけ持って、向こうで皿洗いでも何でもすればいいって言ってアメリカに飛び出すんですね。アメリカに飛び出して友達と2人でなんですけど、美術館にまず行くわけですよ。そしたらその美術の絵を入れた筒がゲートに引っかかって入れないと。それで警備員さんか学芸員さんかなんかが来て、そこから多分英語が喋れないから模写していいか、どういうルールがあるんだみたいなやり取りが全然伝わらなくって、館長が来て君の絵を見せてみろっていうくだりになるらしくてですね、そこからいや素晴らしいから次のその展示会で出さないかって話をされるわけですよ。すごいトントン拍子だと思いませんか。でその皿洗いでも何でもするって気持ちだったけど、そこで展示会を友達と開いて大成功するわけですね。
であのキャプションで入ってたのは当時の小学校教諭の年収13年分って言われてるので、まあ、いくらか分かんないですけど5000万ぐらいですかね売り上げたと。でそれを各地で繰り返してどんどん売り上げも大きくなって、日本からまた友達が来て6人になって、それでまたやってヨーロッパ行ってっていうのでずっと成長し続ける、めちゃくちゃ気持ちいいサクセスストーリーなんです。なのでその人生を追ってるだけでも吉田ひろしっていう人もその行ってやる、アメリカに俺は行ってやるっていうような燃える投資ですとか、そこで実際成功しちゃうスーパーヒーロー感にすごく好きになっちゃうと思うので、ぜひ人生を追ってみてほしいなと思います。とそこからですね、もうそれだけ大成功して日本に帰ってくるので、もともと実力も素晴らしかったんですけど、その日本の画壇を代表するような人物になってくる。当時黒田清輝という、まあ、あの教科書とかにも載ってる有名な方なんですけど、黒田清輝の一派が白馬会っていう一派がイケイケだったんですよ。でそれが新派っていうふうに言われる、新しい派閥っていうふうに言われていて、まあ、フランス仕込みの印象派っぽい柔らかい光の絵画、明るい色の絵画が多かったんですね。それに対して吉田博が描く油彩画のような、まあ、ちょっと重たい重厚な感じを旧派ですとか紙派、油って書くんですけど紙派っていう風に言われて、まあ、ちょっとからかわれてたような形で、その新派旧派で対立してたようなところがあります。でそこからですね、対立しつつも切磋琢磨で日本の画壇を牽引していくんですけど、まあ、だんだん新しいものに抜かれていくというか、ちょっとマンネリ化してきたねっていうところで、あの版画の世界に飛び込んでいくっていうようなストーリーになってます。なのでですね、今回ほとんどが版画展示会には来てるんですけど、その吉田博人生的には水彩画と油彩画の時代の方が長いですし、そのそこでその成り上がってるというか、有名、一躍有名になった方なので、ぜひですね、吉田博の油彩画を見る機会があれば、あ、このこと言ってたんだねっていう風に着目して見ていただければなと思います。でここからは私が個人的に明治の初期が好きっていう話をちょっとしたいなと思うんですけど、今言ったようにその吉田博がアメリカに飛び出していって大成功する、そのスーパーヒーロー感がすごく好きなんですけど、そういう日本の風潮が当時あったと思っていて、そのもう明治初期っていう時代ごとまるっと好きなんですよね。それがその江戸の時代に決まっていた枠組み、ずっと使われていたルール、市の交渉ですとか、藩っていう仕組み、日本っていうくくりがなくて、俺は日本人だじゃなくて東京人だとか、その九州人だみたいな風だったところから、日本対世界、対アメリカ、対フランスっていう風に、その対等に飛び出していくぜっていう、一番自信満々だった時代というか、それをそのうぬぼれてたとか、井の中の蛙だっていう風に教わる方も多いと思います、思ってる方も多いと思うんですけど、でも井の中の蛙、大海を知らずされど海の青さを知るというぐらいですね、その無鉄砲さが美しいというか、その時代の美徳だと思うので、それをすごく吉田博から感じて、めちゃくちゃ好きになっちゃったなと思ってます。で吉田博って明治9年生まれなので、この江戸から明治になって日本やったるぜ、俺は日本人やったるぜっていう時の時代ドンピシャなんですよ。なのでその時代感をすごい感じるんですけど、その時代感って何よって思う方は、ぜひ司馬太郎の坂の上の雲を見ていただきたいなと思って、最後におまけとして坂の上の雲を押して終わりたいなと思います。すごく私が大好きなテレビドラマなんですけど、もともとは司馬太郎の小説から、小説、歴史小説ですね、明治維新から日露戦争に行くまでの3人の青年が描くの青春群像って言われるんですけど、3人の青年が各それぞれ主人公で描かれてます。あの NHK が大河ドラマではないですけど、その 1本1時間半の特別ドラマにして3年間にわたって放送してたっていうドラマがあります。それがすごく明治の初期の感じを表してるなと思っております。それがですね、一番最初に必ずあのドラマの始まる時に渡辺謙さんのナレーションが入るんですけど、ちょっと長いですけど引用します。ここに吉田博のことを重ねてみたので、ちょっと思い想像しながら見て、あ、聞いていただければなと思います。明治維新によって日本人は初めて近代的な国家というものを持った。誰もが国民になった。不慣れながら国民になった日本人たちは、日本史上の最初の体験者としてその新鮮さに高揚した。この痛々しいばかりの高揚が分からなければ、この段階の歴史は分からない。社会のどういう階層のどういう家の子でも、ある一定の資格を取るために必要な記憶力と根気さえあれば、博士にも監視にも軍人にも教師にもなり得た。
この時代の明るさはこういう楽天主義から来ている。彼らは明治という時代人の体質で前をのみ見つめながら歩く。登っていく坂の上の青い天にもし一度の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を登っていくであろう。で、タイトルがババーン、坂の上の雲って入るんですけど、めっちゃかっこよくないですか？坂を登っていくであろう、ババーンなんですけど吉田博が、吉田博の話に戻ると、毎日小さい時がむしゃらに絵を描きまくった、そして山に登りまくったっていうところとか、九州の田舎を出て上京して新しい西洋画の技術を学ぼうとするところですとか、そこからアメリカに出て戦う、で人気者になってもうそのまま引退してもいいぐらいなのに、49歳も50を手前になって版画に挑戦する、そして山にも登り続けるって、その常に前をのみ見つめて歩くってまさにだなっていう感じがして、坂の上の雲を見てよかったなと思ってるんですね。なのでですね、明治初期ってどんな、私日本史全然詳しくなくって、幕末とか戦国時代とか全然わかんないんですけど、明治期はめちゃくちゃ好きなので、明治どんなんだったんだろうとか、いいなって思った方はぜひ見ていただければなと思います。ということでですね、吉田博史展、まだ行ったことない人はぜひ行ってください。すごく面白い回でした。版画展ですね、行っていただきたいなと思います。で、会期が3月末までなのでお急ぎください。後半になればなるほど混むと思うので、というところで、結構長編だったと思うんですけど、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。またね